エドアンドリュースは、アメリカ合衆国オハイオ州、ペーンズビル生まれのプロ野球選手。右投げ右打ち。創設間も,もないフィラデルフィア・クエイカーズに所属し、ナショナルリーグの初代投類王となった。1884年に創設したてのフィラデルフィア・クエイカーズに入団し、主にセンターを守っていた。メジャー1年目は109試合でプレーしたが、打率。 221と定率だった。また、この年に関しては、セカンドの守備がメインだったが、69もの失策を犯した。翌1885年のシーズンにはバッティングが向上し、打率は040以上も上昇した。ナショナルリーグで、盗塁数の記録が取られるようになったのは、アンドリウスが入団して3年目の1886年からのことだが、 この年記録した56盗塁がナショナルリーグでは最多の盗塁数記録となった。フィラデルフィアには1889年まで在籍し、1887年には57盗塁と325の打率を残している。1889年シーズン中にインディアナポリスに移り、1890年のプレイヤーズリーグ参加後、1891年に アメリカンアソシエーションでプレーしたのがメジャーでの最後の経歴である。1934年にフロリダ州で死去。ありがとうございます。